サウスブリッジの一例サウスブリッジは PC などに用いられていた IC の一つであり CPU の周辺回路であるチップセットがかつてにチップ構成であった時代に CPU に近い側がノースブリッジと呼ばれ CPU から遠くノースブリッジを介して接続される IC がサウスブリッジと呼ばれる通常はマザーボード上にハンダ付けされるサウスブリッジには PCIe、USB、Wi-Fi、シリアル a t a M2、Ethernet などの入出力ポートや、サウンド機能、BIOS インターフェース、リアルタイムクロックなどが備わっている。ノースブリッジへの接続は、初期には、汎用の I、O バスである、PCI バスで行われることもあったが、米インテル社の DMI や、米 AMD 社のユニファイドメディアインターフェース、ビア社の V リンクなど、 ノースブリッジ接続用の高速バスを排他的に用いて高速化が図られていた。初期を除けば CPU の製造メーカーが設計、販売することが一般的であった。2000年頃からはレガシーインタフェースであるキーボードやマウス用の PS2 ポートやフロッピーディスク、シリアルポート、プリンタ用のバラレルポート、イサバスといったものがサポートされ、 なくなり始め、これに対応して、サウスブリッジに LPC バスで接続する、スーパー I-O チップと呼ばれる IC が作られるようになった米ー。インテル社では、サウスブリッジを I-O コントローラーハブ、一比と呼んできた。IEEE 1394も、比較的省かれることの多いインターフェースになっている。ありがとうございます。